平尾修仙は日本の実業家である。霊と化粧量で知られる大正時代から昭和初年にかけて名を馳せた化粧品メーカー、平尾三平商店の二代目社主であり、二代目平尾三平を襲名。本名、平尾蟹一。別名に平尾太郎修仙は古仙修修家としての画号である。根獣法賞を受賞した。 1874年東京市深川区に生まれる。父は静岡出身で、1878年東京市日本橋区曝露町一丁目六番地で化粧品店を開業、小町水で知られる平尾三平商店の創立者、初代平尾三平である。1891年、慶応義塾在学中に、父の新製品、ダイヤモンド歯磨きの命名をし、ヒット商品となる。 1893年、慶応義塾生家を卒業した。1898年1月、初代、平尾三平が死去、社長に、就任、二代目、平尾三平を襲名する、同年6月、東京市日本橋区の明治座での新京原公演、ジライヤ合単語で、ジライヤ役の九代目、市川段十郎の背景に、商品名、日本美人の看板のある、 西木江広告を出した。平尾は広告が重要、広告に工夫が必要と考え、積極的に展開した。クレームレート夏の広告1908年には大阪に平尾三平商店の支店を出して、関西に進出した。同年、ダイヤモンド歯磨きを金剛石木箱と中国語で表記し、中国大陸にも進出、北京、天津、 香港にも多数の上り旗を携えた広告体を出した。1918年、クリームとおしろいをセットした画期的商品、レートメリーを発売、明治末年から大正期にかけて、同社のレート化粧料は、大阪の中山太陽堂のクラブ化粧品と人気を競い、東のレート、西のクラブと称された。昭和初年には、朝鮮半島の形状にも、進出、現地 東亜に一方に、ハングル混じりの広告を打ち、京城三越百貨店のある中心街の忠武寺に、レートクレームと対処した巨大な広告塔を建てた。平尾は、古典収集家、平尾修船としても知られ、自らの財力で新聞に広告を打って募集し、古典を買い集めた。1932年、修船は、昭和泉プを表し、当書は、 42年を経た後の1974年に、古家平図録、昭和泉府として復刊した。1938年、平尾三平商店の創業60周年を記念し、古戦を模した記念メダルを発行する。終戦の古戦を所蔵する邸宅は、平尾霊徳賞として知られ、多くの跡地の古戦宅本を制作した。第二次世界大戦後の1949年、平尾は、 平尾三平商店を、レートに、称号を変更したが、5年後の1954年、会社構成法の申請が認められず、廃業に追い込まれた。現代音楽の作曲家、平尾岸尾は2代目、平尾三平の4男、作曲家、歌手の平尾正明は2代目、平尾三平の孫、共に、慶応義塾出身である。ありがとうございます。